SCP-402。アイテム番号 SCP-402。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-402 はサイト41において環境的に密閉された収容ロッカーに保管されます。すべての基地の SCP-402-A 及びそれに影響を受けた水、現在のところ61万2000リットルはサイト41の冷凍庫に保管され、事故を防ぐために各サンプルはバリケードテープで巻かれています。実験下を除き、SCP-402 と SCP-402-A を水に近づけてはなりません。収容されていない非常に多様の SCP-402-A が存在する可能性があります。すべての異常な溺死や窒息死は SCP-402 との関連の可能性を調査しなければなりません。機動部隊タウ、4、ワター、ワター、エブリウェア、あらゆる場所に水がある、が SCP-402 に関連するすべての実験、調査、そして回収ミッションを実行します。SCP-402-1 はサイト59においてタイプ2ヒューマノイド収容独房に収容されます。説明 SCP-402 は 4kg の重量がある不整形個体です。SCP-402 の大部分は黒曜石で構成されるものの、微量のプラチナとエリジウムが存在しています。SCP-402 の構造には SCP-148 に見られるものと類似した、多数の異常な極小の間隔が存在します。これは、SCP-402 の異常な密度、22.2g、CM3 黒曜石のそれのおよそ 8.5 倍、とともに、その2つの物質が似た原理の下で動くことを示唆しています。SCP-402 と接触したすべての水、以後 SCP-402-A は反ミーム的性質を発達させ、実質的にあらゆる直接的な方法ではそれを認識することができなくなります。目撃者は通常これを SCP-402 が水を吸収したのだと解釈します。SCP-402-A は他の物質と作用することによって検知することが可能であり、これは普通に発生します。例えば SCP-402-A に塩を溶かすと、塩が消失するように見えます。重量計や温度計はそれぞれ SCP-402-A の重さと温度を測定し、通常のように根を読むことができます。水に浮く物体は SCP-402-A に置かれると、浮遊しているように見えます。SCP-402 によって認識不能となった水は、その効果を別の水へ伝達することが可能です。水の中へ入れられた1ユニットの SCP-402-A ごとに、それに隣接した1万、1000、プラスマイナス500、ユニットが同様の影響を受けます。これは影響を受けた水が急速に自然消滅したように認識されます。SCP-402-A が連鎖反応を起こす危険性はありません。しかしながら自然な流れのため、特に流れる水の中に入れられた SCP-402 が多量の反ミーム的水を生成する可能性があります。SCP-402-A を消費することは深刻な窒息災害を引き起こします。これは機関に SCP-402-A が入ったとしても、気道を密閉するための咽頭痙攣が引き起こされないためです。SCP-402-A が肺の中に存在することは、結果として生じる酸素欠乏によってのみ検知可能です。これはしばしば他の病状と間違われ、適切な処置が阻まれます。訓練を受けた職員のみが安全に SCP-402-A を扱うことが可能です。SCP-402-1 はおよそ35歳の人間であり、インドネシアの、において SCP-402 が回収された際に、SCP-402 と4リットルの SCP-402-A を含んだプラスチック製ジョッキを所持していました。SCP-402-1 は財団職員に協力したり会話をしたりすることを拒んでおり、身元は特定されていません。収容される前、SCP-402-1 は他の全ての液体を排除するために SCP-402-A を消費しようとし、それに体液がなく、乾燥した外観であると錯覚させる結果となりました。これは SCP-402-1 自身の性質であると当初誤って判断され、その状態の真の性質、及び SCP-402 の異常性質、は慎重な観察の後になって特定されました。SCP-402-1 の外観はその経から全ての SCP-402-A が排出された後、通常に戻りました。SCP-402-1 の血液が SCP-402-A によって構成されるとき、どの程度であれそれを消費すると認知災害効果が引き起こされます。
影響を受けた対象はあらゆる水に対して、それが実質的に無限な地下水の一部であり、もし万一その水に接触することがあればそれに囚われる危険があると確信するようになります。これは結果として深刻な水恐怖症となり、たとえ水が存在しない状況であっても溺死を恐れるようになります。SCP-402-1 の血液の異常性質を実験することは、コスト的に非効率であると判断されています。このため、その影響に関する情報の大部分は SCP-402-1 の収容前の活動から得られたものです。中以前に SCP-402-1 の血液を消費した数名の被験者は、SCP-109 と SCP-812 に対峙した時に強い恐怖を見せましたが、その反応を正しく理由付けすることが苦しゃ、できる者はいませんでした。さらなる実験の遂行が考慮されています。